遅くなりまましして申し訳ございませんちょっと忙しかったりパソコンのハードディスクがいっぱいだったりでなかなか編集までこぎつけませんでした先月5月27日に Apple Store 銀座で行われた Mac iPhoneiPad で簡単動画と音楽の作り方全て見せますこのスペシャルイベントに行ってきましたこのイベントは何だったかというと YouTube でおなじみのジャジャンの ジェットケさん猫の動画でおなじみの浅川津さんカメラ用の一脚に iPad をつけた瀬戸康史さんではまたの秋葉仁さんカレーですよの飯塚淳さんこの5人が一度に集まって MaciPhoneiPad でどうやって動画を作ったり音楽を作ったりするかを見せてくれるという夢のようなイベントでした ちょっと旬は過ぎちゃったかもしれないんですけども、イベントのフォトレポートを作りましたので、ぜひご覧ください。イベントが行われたのは、アップルストア銀座3階のシアター。イベントが始まる20分ぐらい前には到着したんですけども、席はもうすでに満席。立ち見が出るほどの大盛況でした。 さすがに動画での撮影の許可は出なかったんですけども、直前に写真だけの撮影の許可がおりました。というわけでイベントの幕開けは、司会進行の飯塚淳さんの挨拶から始まりました。そして飯塚さんに続いてジェット大輔さん。なぜこのイベントを開催するのかという趣旨の説明がありました。 そしていよいよデモンストレーションが始まりますデモンストレーションのトップバッターは瀬戸康史さん瀬戸康史さんの動画にも登場しているこのカメラ用の一脚に装着した iPad これを駆使しての自分撮りの仕方、そして iPad での iMovie を使っての動画の編集の仕方、それらを笑いを交えながら説明されてました そしてこのイベントのために前もって準備していた動画その動画の最後の部分を実際にその場で撮影それを実際にその場で iMovie に取り込んで編集その動画を iPad のカメラロールに書き出してその場で YouTube に実際にアップロードその動画を YouTube から再生して上映 え、持ち時間は15分ぐらいだったと思うんですけども、実際に撮影して、編集して、YouTube にアップロードという荒技をやってのけました。この動画は YouTube に載ってますんで、ぜひご覧ください。そして2番手は、秋葉仁さん。秋葉仁さんは iPad で動画編集ができる iMovie 以外のアプリの紹介をされてました。 そして iPhone、iPad 以外のコンデジとかで撮った動画を取り込むのに必要な、えー、カメラコネクションキット。これの紹介もされてました。そして動画をやる上では避けて通れないこの動画のファイル形式、えー。これのご説明もされてました。この動画のファイル形式、多分多くの方がつまずいていらっしゃると思います。えー、実際に僕もよくわからなかった部分があったんで、これはかなり勉強になりました。 そして3番手はジェット大介さん。見せたいものが遠くにあったり小さかったり、でもズームができない場合はどうしたらいいか。えー、指を刺してしまえばいい。この見せ方は発想になかったんで、これもかなり勉強になりました。ここで飛び入りなのか、パノラマ写真家のワッキーさんという方が、この iPhone の上に装着して360度撮影できるというカメラキットの紹介をされていました。 これもなかなかか面白そうでした。そして触ると音楽が自動に生成されるアイカオシレータータうんですか、ね、音楽をを作るソフトの紹介をされてましたたまたま前の方にいたこれ小学生ぐらいのお子さんなのかなジェット大介さんが合い顔シュレーターを触らせて実際に音がどういう風に変化するかっていうデモンストレーションもやってらっしゃいまして結構楽しそうでした。 そして最後は浅川津さん。浅川津さんは、えっ、ー、と、ガレージバンドの使い方を中心にご紹介されてたんですけども、実はこのガレージバンド、映像を読み込むこともできて、えー、それにアテレコをすることができると。このガレージバンドのアテレコ機能を使った3つのショートムービーが YouTube に上がっています。1つは、ジェット大介さんのドリーミングインデイライト大江戸カッパ伝説。2つ目が浅川津さんの ノクターンフォーデイドリーム、白チュームに捧ぐ野草曲。そして3つ目が、ミカエラさんという方が挙げてる、ムジナムジカ。この3つは映像は一緒なんですが、ガレージバンドのアテレコ機能を使って音が変えてあります。そして3つ、別々の結末があるというストーリーになっています。もしよかったらこの3つも、ぜひご覧ください。そして YouTube クリエイターハンドブックの紹介がありました。 これは YouTube の視聴者数を増やす時のヒントなどが書かれているそうなんで、もし興味があれば YouTube クリエイターハンドブックで検索してみてください。そしてイベントの最後は景品をかけたじゃんけん大会。えー、景品は非売品の YouTube のステッカーと YouTube のロゴが入ったマグカップ。えー、残念ながら僕が勝ち抜くことができなかったんですけども、景品をもらえた皆さん、おめでとうございます。 イベントの終了後には寒暖タイムが設けられたんですけども今回見に来てらっしゃった方々の年齢層が結構広かったんですよね普段自分が見てる YouTube を他のどんな人が見ているかってあんまりわからなかったりするんですけども驚いたのは親子連れの小中学生が多かったことなんですよね特にこの小中学生ちっちゃい子たちには瀬戸さんが人気だったんですよね瀬戸さんの周りには人だかりができてまして 僕もそこに混じりたかったんですけどなかなかちょっと勇気が持てなかったんですこの後に懇親会もあったんですけどもちょっと予約制でもちろんお酒が出るんで未成年の方は NG なのでその時間は年齢的に懇親会に参加できない小中学生の方々にちょっと譲ろうとまあ話しかける勇気がなかった自分への言い訳なんですけど <laughs> そしてちょっと隙を見て秋葉仁さんと飯塚さん あと、某アップバンクの方がいらしてたんですけども、そのお三方に話しかけさせていただきました。そしてこの後の懇親会の場所もよくわからなかったので、ちょっとご迷惑かなとは思ったんですけど、あとちょこちょこついていきました。ちょうどイベントが行われた27日は日曜日で、アップルストアの前の道路は歩行者天国になってたんですよね。そこで瀬戸さんが一脚につけた iPad で自分撮りを始められたんですよね。 さすがの銀座の人たちも何やってんだろうって振り返る振り返る iPad って画面が大きいじゃないですか瀬戸さんは iPad で自分撮りをしてるんですけどもその大きい画面に瀬戸さんの顔がいっぱいに表示されてそれを掲げながら銀座の街を練り歩くというなんだか新しい形の看板文字みたいになってましたねその動画も YouTube に上がってますんでぜひご覧くださいそしてこのイベントで実は特に カメラやレンズのレビューをしてくださってたジェット大輔さん、瀬戸康二さん、秋葉仁さん、このお三方に実は俺が言いたかったんですね。実はこの三人のレビューを参考にして僕は一眼レフを買いました。そのおかげで今2ヶ月に1回だけですけど少し写真を撮るお仕事をいただけました。もしこの三人がレビューをしてくれてなかったらカメラを買ってなかったかもしれないんですよね。イベントで お会いいしたたたに直接もも言いたかったんですけどもちょっとそこまでの話ができなかったので後から Twitter とか YouTube のコメントでお礼を言うこともできたんですけどもここはやっぱりこれは YouTube の動画にすることが一番の感謝を伝える気持ちかなと思って今回頑張って動画を作ってみましたこの場を借りて改めてありがとうございましたそしてこの後懇親会の様子の動画も作りましたんで ちょっと都合がつかなくて行けなかった人、あと年齢的に参加できなかった人もぜひご覧くださいませ。